パジパジさんはさ、カネンちゃんがいるからちょっと安心じゃん。ほんとしんどい時に支えてくれないって、ほんとに辛いわ。パジパジさんは私のことは女として無理だって言ってるからさ。まあゼロリスはやっぱ何回目なのってまたどうせと思ってるんだろうね。おしっこをしていいんですか？軽犯罪。ちょっと持てて。ちょっと早めにやっちゃって。はい。パトカー君とまずいから。ちょっと早めにやっちゃって。おしっこ。おしっこ。ジョロ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 。これやると捕まっちゃうんですよ。軽犯罪ですよね、これね。それプラスね。故障以外止まっちゃいけない。通報しとけや。58分で切るんだよって。あ、ディスワンがあるから、あやこさん。ちょっと。
あのゼロワンさんに解く、ゼロワンさんのリスワンのことがあるから。高速は駐停車禁止だからやばい。早く、あの下にパトカーじゃないよね。ちょちょぎれすぎだぞ。ピカピカっていうのはパトカーじゃないよね。ちょちょぎれすぎ。工事のピカピカじゃない。ミューちゃんごブロックして。え、いらない。誰？ミューちゃんごこの人。うん、本当にいいんですか？うん、え、知らないですよ。ああ聞きましたかね、いい私。ブロックして。え、58分で1回切った方がいいって、ディスワンのために。いや、切らなくて。愛子さんが。切らなくて。そのままやればいい。しんどいか、もっとける。あ、大丈夫ですよ。ああ、いい子だ、できる子だな。いい子だよね、やっぱ。頑張ってるな、配信。ありがとうございます。いい子だわ。かわいいな、これスルーピンのサイズ。あー、ちょっとチャック閉めないと落ちちゃうよ、これ。充電できてる？充電できてます？できてる？あ、多分ここ多分この充電のマークになってるから多分大丈夫だと思う。酔っ払ってんの？酔っ払ってますよ。赤ちゃん家はどこなの？多摩市です。武蔵浦が近いの？近くないですね。多摩市長山1-15-1ですね。あ、藤子戻っておいで。藤子ゼロリスになっても分かるね。藤子を囲って。ダメ、藤子ちゃん囲っておいよ。 R さんともっと今日絡めばよかったのに。R さんなんかな、敵を増やし続けるあの配信スタイルどうなの？いいじゃないですか、配信者としては命削ってて。そうか、私も敵いっぱいいるけど。あ、赤ちゃん敵誰なの？ヒカルさんとかワドさんとか。あ、嫌われてんの？鮫島さんとか。まあ影響ないね。影響なくないですよ、結構でっかい人と。ヒカル鮫島は影響ない。さすがゼロワンさん。いや、さすがじゃない、俺ももうギリギリだから。ふわっちの顔だから、やっぱゼロワンさんとパルパーさんが今ゼロワン。ふわっちの彗星といったら今ゼロワンさんとパルパーさんだから。いや、パルには勝てないからね、うん、巻き返さないと。いや、すごいなっていつも思ってました。悔しいって、あのハンカチ噛みながらいつも2人の配信見てますよ、私は。クルちゃんが伸びるんじゃない？クルちゃんはセンスあると思う。可愛いからな、性格もいいし。クルちゃんなんか持ってると思う。なんかこう嵐を巻き込む力必要だと思うんですよね。こう台風の中心になるみたいな、なんかそういう力を持ってると思いますよね。なんかふわっちはなんか6月で終わるらしい。あ、大好きマンさん、ありがとう。ありがとう。クルちゃんのことつまらんとか伸びないとか言う人いっぱいいるけど、なんか全然そんなことないからね。実際伸びてるし面白いから、ね。なんかみんなそういう風に言う人が多いってことは、なんかそねむ人が多いってことだと思ってる、私は。そろそろ別れる詐欺やめる。それは私も思ってる。それは私も絶対別れないだろうって思ってるよ、私も。え、今回も別れないと。いや、台本だろって思ってますよ、私も正直。キスするのも台本だ。なんかこの2人の台本に巻き込まれて私もバカだなって思ってますよ。あ、どんな風に思ってるの？思ってますよ。リスナーとキスまでして。そうです、だってイベントの前になったら毎回別れるって言われてるじゃないですかね。
だから私もバカだなって思うけど、でも心配だからなんかそうかもしれないみたいな、ね、クゼちゃん体調が心配だよ普通に。でも誰だでは伸びないとか誰だではダメだとか言うやついるけど、なんかそういうやつに限って別に素年見だからただの、うん、って思ってるけどね。お前まず、はい、あんま携帯を揺らさないで。あ、すいません。酔っ払ってんの？揺らさない。お酒弱いんだな。弱いです。チビで弱いですね、お酒。これ今揺れてないですか？今大丈夫。元風俗してた。はい、一緒にお風呂入るの。あ、いくらくれるんですか？いくらないよ。いや、いくらくれるんですか？5000円とか、ね、いやちょっと無理っすね。5000円高いな。うん、いいっすね。あ、ここありがとう、ありがとうね。まあ、いくらならいいの？いや、ちょっと引退したんでもやらないっすよ、そういうことは。どれぐらいやってたの？はい、どれぐらいやってたの、そういう仕事？3年ぐらいやってました。あ、結構やってるね。はい、マンコにタトゥー入ってるよ。あ、トノちゃんありがとう。いや、すごいな、1300人もいて緊張するな。この前クルちゃんの枠に移った時は1800人いたけど、ほんと緊張したわ。うなちゃんマンとコラボした時何人いた？でも2500人ぐらいですよ。すごいじゃん。そう言われましたけど、クルちゃんに、え、うなちゃんマンの時にそんだけ言ったんだから別に怖くないじゃんみたいな。そういう問題じゃないんですよ。あゆゆさんいらっしゃい。今日は運転手さんに絡まないんですか？なんで前運転手さんに絡んだんですか？あれ、はい、酔っ払ってたんですか？あ、ストレスたまってた。あれ自分に対する言葉じゃないのですか？そうだね、うん、自分に対する言葉を人に向けちゃダメですよ。はい、すいませんでした。ね、自分と他人は違うんだから。あ、10個ありがとう、ね、誰か見て。誰これ。あ、ゼロリス、あの、帰ってきた。もう分かった？分かりました、うん、大丈夫ですか？クルちゃんと別れたからさ、よかった、助けてほしい。匿名さん、チューしちゃったから、他のこと。じゃあ、ゼロワンさん、自分のこと人生の敗北者だと思ってるから人にそういうこと言っちゃったんですか？そうだよ。でもそんなことないよ、自分からあの土俵から降りたんじゃないですか？土俵から降りたということ。だからパルパルさんに負けるのが悔しくて。そう、負けるとか配信始めたってクルちゃんが聞きましたよ。だからエルマレちゃんを取られたから。私はクルちゃんからそう聞きました。まあ、見返そうと思ってね。そう、だから自分からあの一般社会人の土俵から降りたわけじゃないですか。そうだね、だそれしょうがないっていう。10個ありがとう、匿名さん。パルパルさんまだ24だし、私の4個下だし、まだまだ若いし。そうやな、そんなライバル視するほどでもないです。運転さん、もう着きます？いや、ちょっとまだですね、これだと。もうちょっと勘弁してほしいです、僕もお金がないんで。